アメリカのトランプ政権が、パレスチナを支援する国連機関に対して拠出金の部を凍結したことに対し、人口の半数が国連の食料支援に頼っているパレスチ暫定自治区のガザ地区では17日、国連、ストム所の前でアメリカの決定に抗議するデーが行われました。アメリカのトラン、政権は16日、UNRWA、国連パレス、難民救済事業機関に対し、今月予定し、いった拠出金の半分以上の支払いを、当面、凍結すると発表しました。トランプ大はじめ、がエルサレムをイスラエルの首都と認め、ことに反発を強めるパレスチナへの、こと、上の対抗措置と受け止められています。これを受けて、イスラエルの経済封鎖、に置かれ紛争が絶えないガザ地区で17、UNRWA の事務所の前にパレスチナ、民が集まり、アメリカに抗議するデモが割れました。集まった人たちは、アメリなどによるパレスチナ人への脅迫に、の、などと書かれた横断幕を掲げて、今のアメリカの措置に抗議しましたもに参加した人たちは、支援がなければ、工場も資金も何もないパレスチナ難民の、活は成り立たないとか、教育も食べ物、なく、担えることになるなどと不安を得ていました。ガザ地区では、人口、半数以上に上る、およそ100万人が UNRWA の食料支援に頼っているほか、今日、や医療、そして雇用も UNRWA に四つ、